後にある。エンディング終わりました。2体で終わり。あ、決めちゃったね。よっしゃ、危ねえ。こんなら、はいはい、で、黄金ルートね。ターンでとどめが降ってくる。必勝チームがここにある。半分できました。ここからはちょっとまだ強くなるぞ。ちょっと強くなりますね、これ。完全呪文パーティーだな。なんかどっかで見たな、このパーティー。嫌だな。さあ。普通に殴り殺した方が早いんじゃないかって思うレベルで、打撃にボロボロだな。と思うんですけど、やめます。本来であれば、僕の思考であれば、削りたいですよ。でも、どうせ避けられるんで、もともと回避率の高い賢者や祈祷師がいる時点で、ちょっとね、不確定要素が多すぎますね。それだったら、キラーリカウントのテンションカウンターが確実に機能するようになるんで、ああ、選んでないですけどね。あ、なんだろう、こいつ扇風券ですけどね。君たち、なの、SP の扇風券率が異常すぎるって。SP を選んだ時の扇風券率は異常だな。ちょっとここからね、敵が強くなります。気をつけて。6戦目からが本当に強くなる。確か6戦目やったかな、一番強くなるの。ぐっと上級職にもなるからね、敵が。本当は削り切りたい一心もあるけど、こういう低耐久パーティーは。まあ、避けるだろうな。うん。ほら、もうピロピロ避けてますもん。ピロ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 打ってますもん。あまりにも信用ならないんで、このままでは。本来なら削り切りたいけどね。で、イオナズンとかベギラマとかでしょ？じゃあ、テンションカウンターで行きましょう。魔王の使いがね、これ実はね、こういう攻撃型パーティーは魔王の使いが狙われるっていう関係上、こうやって、結構きついっすよ。意外と。よし、来たね。滅夜闘竜。2回行こう。ちょっと下振れ2回なんで。お、よく当てた。はい。あ、これはダメだ。1回だ。さあ、全部下振れ引きました。これ2ターンで貯めたかったな。2ターンで貯めたかったな。何使うんだっけ。あー、厳しい。あ、よかったね。削り切り狙いじゃなくてよかったわ。よしよし、削り切りルートってわけじゃないから、自分のルートは。まあ、悪くはない。こっちは勇気溜め戦法なんでね。うまいこといけば、このターンに勇気溜まります。祈祷師は絶対確定全体だし。賢者もイオナズン撃つしかないでしょ？うん。イオナズン撃つしかない。まあ、ダウンウォールをする可能性もあるけど。で、なんか知らないけど、このイオナズンでは魔王の使いは毎回吹き飛んでいくと。魔王の使いがね、ボロボロなのね。このチームさ、ボロボロすぎるのよ。魔王の使いがね、とにかく的なのよ。さあ、テンションカウンターね、せーの。よく当てたねー。魔法使いが打撃弱点に陥ってんのか。てか、あの3セットのせいで。ラブラン、なぜ君はベギラマを撃たない。まあ、魔法使いが狙うわな。ここは仕方ない。さあ、新ハヤブサで。2回いけるか。2回いったね、これは2回ですよ。この威力は2回。よし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 、2ターンでいけるか。よかった よかった、素晴らしい素晴らしい。これはテンションカウンター次入るでしょ。んで、これ勇気たまんじゃねえかな。魔王の使いが滅4刀流を1回当てるだけでもうたまるとはんじゃん思うけどね。2ターンでたまりますね、これ。なんだったらさ、新ハヤブサの、もうそもそも回避率も高いかな、新ハヤブサが。単純に強い武器。はい、避けちゃったー祈祷師、まあ避けるモンスターであるけどね。だいぶ避けてんね、君。さあ、残されたのは君でか。滅四刀流で、行こう。お、当てたね。はい、OK。これ2回入ったね。勇気溜まりました。そもそも2回入るまでもなく。いやー、強かった。わー、やらなくていい。さあ、ね、ここで6戦目も突破かな。ここもね、理想の2ターンで貯めれたのはでかいっすね。この場合、勝ちパターンが見えればいいんだけど。上級速来るね。うん、来ちゃったー。おー、来ちゃったねー。はやー、ガチだー。強いの来たねー。むしろ本番はこっからですね。はい。新ハヤブサ持ってて、リッチもいるんで、やっぱとどめガチを。というか、僕、ゲームセンターの10連勝自体は、まあ、過去に何度かやったことあるんですよね。こんなパーティーじゃないです。こんなクソみたいなパーティーじゃないですよ。ちゃんと、なんか、オリジナリティなパーティーで、10連勝は何度かしたことあります。うん、メタッピーとか10連勝したレベルもあるんで、そう考えると正直、やることはかなり単純なんですよ。で、
正直言います。敗北絶対許されませんよ、これ使う以上。逆転補正さえも、跳ね抜ける。どんな逆転補正も跳ね抜け、どんな理不尽もね、跳ね抜ける力を持ってる。お前また扇風機選んでんな。扇風機率いくつ君、本当に。もう逆転補正も跳ねのけれるか。でも向こう進敗先ちゃんと選んでいくんだよ。で、ちゃんと2回攻撃するぞ、こいつ。ほら。ほら。これ厳しいやつだ。めっちゃ厳しいやつだぞ。大丈夫ね。向こうの進敗先になんてもうめちゃくちゃ恐ろしいぞ。ただでさえ勇気たまりやすいのにね。暗黒ゾーン？いやー、元祖最強、こんなところに来ちまったが、いるんだよ、エレメントソウル、エレメントソウル、エレメントソウル選んでんだもんね、お前も。何してんの、おめえらは、ソルも揃って。こういうやつらこそ2ターンキルしてほしいのに。さあ、貝の息か。それはキラリ感と攻撃できるんで、まあ、ラッキーと見よう。オッケー、いいよ。行こう。向こう全体技を持ってないわけじゃない。言っちゃえば2ターンで貯める可能性も大いにある。敗北は許されねえ。俺ただでさえ割とさ、もう何年やってんの、もう俺モンバと。その人がね、このチーム使って敗北を失うなんて許されませんよ、絶対に。絶対に許されない。逆にそれプレッシャーなんだけど。やべ、プレッシャーが、やべ。もう逆にこれプレッシャーじゃん。なんだったらこのさ、逆転補正が最大限働けば俺負けるけどね。新敗北さん頼むぜ。はい、リッチ。あー、これ1回攻撃だ。やばいね。敗北先に魔王の使いです。この場合はね、テンションカウンターいってるとダメなんだよな。2回動いてほしい。2ターンキルしたい、こういうやつは。はい、うわー、1回全部下振れ引いてんぞ、お前。下振れ引いてんね。扇風剣でもいった。でもあいつも扇風剣した。リッチがナイトミアソードを振っていたら CPU で、CPU 思考でナイトミアソード振るんだったらいける。見たんで。いや、下振れちょっと引きすぎだね、これは。テンションカウンター。SP まだ向こう切ってないっていう関係上もね、ちょっとね、あって。もう、さあ、ナイトミアソード振ってくれるか。50%。はい、50%引きました。はい、50% です、これは。キラリカが避けなければね。キラリカ避けるとね、オッケー、分かった。キラリカウントってこの場合避けるとテンションカウントはできないんでね。ちょっとそれだけが本当に怖いっす。はい、頼むぞ。これで溜まる。いける。はい、勝ったー。おーし、2ターン溜まった。オッケー。2ターン溜まるわけない。さすがにこう、無理。2ターンは無理。2ターンは無理。絶対無理。いやー、リッチともあろうものが。この、そう。リッチ入れてさえも、このパーティーのさ、初見殺し感がほんとパないんだよな。スマブラのカズヤみてえな存在だな、やっぱこいつら。カズヤ。カズヤ。さあ、次なんだ？なんだっけな、ほんとになんだっけな。あー、同じ考えのパーティーが来ちゃった。これ2ターンで溜まる。向こうも2ターンで溜まるやつ。そうです。考えることは一緒です。敵は勇気補正の関係上、勇気が溜まりやすいんですよ。で、さらに森レンタルワンチームです、あれは。はい、わかりますよね。こっちのチームと考えることが一緒ですよ、多分。多分、向こうも光る球だはず。だね。うわー、出た。やばいよ。これマジでやばいぞ。ワンチャン即死あり得るぞ、2ターン。向こうは、ね、いや、ちなみに、本来自分でこのチーム使って2ターンはちょっと無理です。3ターンはいけます。3ターンは余裕ですね。なんで、3ターン以内に、勇気の総裁持ってった方がいいかな。さあ、敗北許されないぜ。考えることは一緒なんよ。勇気の早溜め勝負。もう、新旧。もう、向こうだってさ、森霊もあんじゃん。よりによって。ね、完全に旧チームですよ。旧チーム、また？また扇風機してんじゃん、今日も。ねえ、旧完全勇気特化、バーサス、新勇気特化ですよ、完全にもうこれ。新勇気特化すぎるでしょ。あまりにも新勇気特化すぎる。なんでお前はエレメントソウル選んでんの、んで。もう、君たちまともに攻撃する気ないな。すごいな。ちゃんと選んでくれ。ダメージは取れてるけど、突撃切り来い。いや、ジャンプ切り来い。
スライムナイト普通にもう怖いもん。よし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 、キングダムソードにぶれてくれたもん、ありがたいね。キラーリカウントいけますね、これ。避けてるやないか何をしとるんだ、おめえは。避けたらあかん。避けたらあかん、もう。テンションカウンターで唯一こうやって避けちゃうのが、本当にもう。何してんだよ。あと怖いのは、全体攻撃の超音波で麻痺なんてことだったら俺は切れるよ。逆転個性にも程があるからね、それ。超音波だけは勘弁。よし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 。そのまま押すってことは大丈夫だ。いける。行きましょう。いや、2ターンでこっちも勇気。新旧同士。新旧同士、ちょっと勇気の調整。勇気対決だったら絶対負けないでしょ、普通。こっち。このパーティー。ねえ、これさ、逆にこのパーティー敵に使ってほしい。あ、まあ、しゃあない。ほぼほぼ無理だと思うよ。20何パーだお前。2回いかなかったか。あ、突撃だでも。よしよし、突撃ならカウンターはできる。逆にこれさ、NPC がこのパーティー使ったらどうなるんだろう。ちょっと、NPC に使ってもらいたいパーティー第1位かもしれん、これ。デンタリッチに次ぐ。敵の、敵だけいじるとかできねえの？ああ、そこも避けるんかい。よう避けるな、ほんとに。これは勇気たまんねえな。さすがに向こうも痛恨とか出てないんで、いくら光の玉しとったとしても、痛恨、ああ、ここで避ける。しかも避けたわ。勇気たまるわけがない。たまるわけがない。いくら森連で？とは言っても。だよね、そうだよね。ここで溜まってたら俺びっくりだよ。いくらなんでもそれはありえない。ただ、ありえるのは3ターン目総裁します。3ターン目勇気総裁になりますね、これ多分。その場合は多分削り切りだわ。あ、でも、さっき、多分前半には言ったと思うんですけど、生半可なチームは殴り殺せます。はい。単純にテンションカウンターって、テンション上がりつつカウンターするんですから、それ強いですよ。はい。もうほら、こんなんですよ。はぁ、もう普通に削り切ったわ、これ。生ハンガーチームも削り切ることが可能なんですね。はい。まさかの初めてじゃない？あははははは、逆転せいか。よう避けるな、このドラッキー。今度は外さんよ。はい、今度は当たったねー。削り切り。あれ、これ今回初もしかして削り切り。うわ、来ちゃったー。もう来ちゃったー。来ちゃった。うわ、出たバトルロードのこの、なんか、バトル、ゲームセンターの、連勝ストッパー、グッサンだ嫌いなーこのチームは中パなんだよ、もう、チームが強いんだよー。チームが強いこともさながらですね、このグッサン使ってくる SP が、問題で、グリーンガムの持ちなんですよ。しかも、フールストライクとかちゃんと打てる、メタパニキズモもいる。こうなってしまえば、グリーンガムの鞭を使われた日にはって話なんですよね。実はゲームセンターの中で、レベル、めちゃくちゃ強い部類に入るんじゃねえかな。そういうレベル、本当に。よかった！よく当てた、よく当てた。もう一回いけない？よし！これ、グッサンは事実上の決勝戦あるぞ。あ、ガーサだ、ほら出た、ほら始まったすると思ったよ。君ならすると思った。で、今、光の玉使ってこれだから、あー、混乱しちゃったー。混乱ここですんの？つばせねできないじゃん、次。グリーンガムが怖いんだけど、個人的に。あー、ほら始まったほら始まった、もう。グッサンの賢者レベルが65なのがさ、本当に唯一の救いなんだよな、なんだよな。おかしいおかしいええー、全部避けられたじゃねえんだよ。逆転王戦にも程ってもんがあるだろう。いや、すごいぞ、これ全部避け、いやいや、おかしい。それだけはおかしい。もうね、それだけは否定させて。何それマジでそれはないっておかしいもん。いろいろと間違いなくおかしい。それは間違ってる、お前。びっくりだわ。んな、全部避けられたって。CPU の逆転音声が今これでもかと働いた瞬間だぞ、今。やっば。普通に翼連して勝たないとダメじゃない？これグリーンガム飛んでくるよ。これ多分グリーンガムだよ、確か。ほら、出た！
もう完璧に殺しに来てるからな。やばいぞこれ、マジで。マジで、負けあるよ、濃厚に。グリンガムだもん、使ってんの。あ、戸惑い攻撃か。全部避けられた、鉄球魔人が受けるのはマジで意味わからんからな。突風になった。その方がいいね。グリーンガムとか、このこと考えると、絶対そっちの方がいい。止まる？まあ、そうだろうな。CPU だしな。やばい、CPU 補正を一番受けるのは、これ、ああ、やばい、これは嫌な予感がしますね。グリーンガムのうち、ありますよ、これ。ワンチャン。あ、いい！よし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 。今のもう、ピロリはもう許すわ。ああ、けけけけけけけ。ああ、待て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 、頼む頼む、頑張れ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 。いや、効果抜群だ、流れてない。オッケー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 。ワンチャンある、ワンチャンある。まだワンチャンある、これは。これはまだワンチャンあるね。これならまだワンチャンある。これさ、敵がコンスタントに攻撃当ててるから、スワゼリア挟むか。スワゼリア挟みますね。さすがに。いやー、スワゼリア挟もうか、さすがに。これね、緑でいきますね。ドン。トントン、あの次のターンで追いつける可能性があるんで、緑でもう十分だと思います。一回とりあえずフールストライク止めますね。3ターンで勇気溜まるのは避けたい。でメタパニーで動けなくなっちゃうのも避けたいから、うわーうわめっちゃうな。このターンで向こうの勇気は溜まることはないけど、負けちゃったぞ。大丈夫か、なんで気候悩んでんの。やばいぞ、おいおい、敗北は許されないぞ、おい。いやー、やばいぞ、やばいぞ。このターンで向こうが、あー、やばい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 、もうやだやだやだ、もうやだ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 、もうやだ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 。メダパニが、メダパニが天空の盾持ってんだよな、そういや。今気づいたけど、俺天空の盾持ってますよな、あなた。ほんとに？ほんまに言ってんの？ほんまに言ってんの？天空の盾持ってるよな。もう何してんだよ。天空の盾持ってる主人公がそんな、もう混乱するんじゃないよ、本当に。やばいぞ。マジでやばいぞ。でも天空カウンターいける。天空カウンターいってない。そうか。うわ、うわー、やばいやばいやばい。もうやだ、もうやばい。これ負けまであります。これ負けまであります。動画終了ありますよ。今全部避けられた時点で終わってたんで、いろいろと。いや、まだだ。我らに敗北は許されない。我らに敗北は許されないぞ。戸惑い攻撃？このターン。お、フールストライク。ってことはテンションカウンター可能ですね。うん。よし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 。まだある。勇気追いつける。まだ勇気で追いつける。まさか、そんなこと。この、最強のチームに、敗北は許されない。低評価いくつついたんだ。おお、まだある、まだある、まだまだ。まだある、まだある。本当にまだある。このチーム理不尽すぎる。よし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 。キラリか、キラリか。いけるぞ。ああ、まだいける。許されない。決して敗北は許されない。許されたもんじゃない。そっちさあ、ラスト10戦目。ここで負けたら全てが水の泡。風林火山だーやべえ、風林火山が来ちゃったー。いやー、最後の相手にふさわしいバトマス同士。バトマス悪魔だね。やばいぞ。で、バトマス確かね、最後の相手は絶対99固定なんで、互角のバトル。これはもう行きましょう。普通の戦法で、俺も。これも普通の戦法でいこう。風林火山じゃん。さあ、黄金戦法にも。ただホースデビルがいるっていうのはちょっと嫌だね。ホースデビルは一体攻撃していいやん。シップ陣内風林火山早くね。火の奥義、ちょっと待って、それやばくね。あああ、早速かい。風林火山しかもなん痛恨かい。やばいって。
やばいって、もう再開幕からひどいぞこれ。よしよし、でも新ハイブーさんに行ったね。2ターンでいけるか。お、いいね。これ2回半で入った。しかもいいよ、こっちも負けじと反撃。熱いね、最終戦熱いね。ちょっと基本的に狙いはシルバーデビルに行くから、狙いはシルバーデビルに行ってはくれるんだけど、メラミこれやばいな。ひぃ、さあ滅4通り選んでくれ。エレメント選んでな、こいつバカだな、いつもこいつアホだな。くそ、もういつもセブンイレブンしやがって。なんかお前セブンイレブン店長に見えてきた。呪文攻撃を持たないしね、こっちは。次のターンで勇気を貯めてしまいたい。そうしないといろいろときついよ。耐久力あるように見えてないぞこいつら。さあこの2ターン目で勇気を貯めたい、貯めたいな。何使ってくんだったかな、2ターン目。この長さはまさか。うめえかアップ。やー、ちょっと待って、最強の運ゲー持ってるこいつ。基本的にはやばいぞ。10戦目にしてそんな最悪なもの使ってくる。疾風陣では選んでくる。嫌な予感がするな。ガードとかない？ちょっと待って待って待って、嫌な予感がするわ本当に。メイクアップはマジで本当にやばいぞ。グリンガムと違って超爆地エスピアカードじゃん。まあ疾風陣でかわしたのはマジで大きいけどね。新ハヤブサで貯めてくれ、勇気貯めてくれ。でもメイクアップってドルマとかメラミじゃダメだよね。物理闘技グリンガムの鞭と同じような判定だから、ここはあまり関係ない。うわ、食らうな。これ、叫びとか。あー、シクン詰め来ちゃったねー。これ誰に行くの？魔王の使いだよね、基本は。うん。はい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 。あー、メイクアップ！でもなんとかすかしたっぽいぞ。でも、これ勇気たまんねーぞ。あーあー、勇気たまんねー。勇気絶対たまんなくなっちゃった。勇気たまんなくなっちゃったな。これね、つばぜりで勝って勝ちます。つばぜり勝って2ターンで貯めて終わり。そのルートに行くぞ。うわっうわっうわっ、あああああ、全ての苦労が今水の泡になりそうな気がする。え、嘘。頑張れー、今までの苦労が、今までの苦労が。爪裏返ったんだけど。あまりに必死の連打すぎて。ちょっと待って、これは勝った。すげえ、最後超締まらね。超締まらね、最後。最後があまりにも締まらなさすぎでは。いや、勝てばこのチームに敗北って許されないの分かる。もう絶対に許されなかったんだよ多分敗北が。勝った。勝ち方が。そこはさ、ビシッと決めろや本当に。もうびっくりだわ。多分もともとの勇気量がほとんどもうマックスに近くなんだあれや。もう今更逆転補正しても無駄だよ。よっしゃ、いけた。怖かった。よく、さすが。俺終わった。さすがだわ、君たち。うん。おめえら絶対負けないんだね。さすが。我らのこの DLC 軍団、絶対敗北は許されなかった。つばぜり合いは敗北してた。いやー、よかったよかった。一発撮りよくいったね。思いつきだったのにね。さすがだわ。低評価60は伊達じゃねえぞ。さあ、どれくらいもらえるんだ？ 10 連勝達成です。そうですね。経験値は別に多分もらえないんだよね。だって。あ、1万ル。そんなもらってもな。ゴールド欲しい。金ちょうだい。はい。ボーナスがこれで。2270ポイントを獲得した。はいはいはい。小さめで3枚。ウォーン！ 19,900 かー。ちょっと一つ言っていい？それは割に合わねえな。ああ。おしゃれ着の効果は300。少なー！